오랜 이후로 또 생각한 게 오늘 가이 知らんけど、何やあれスタハってのがひび割れてんから、なんか耐震弱そうな学校やな。知らんけど、すごい。とりあえずなんかの太陽系とか関月あられた方どうか。なんかようわからんな、ようわからんとか意味不明なのが多いね。この芝居のとかあんねんのか、わけわからん。これいつも不思議やね、この芝居のなんか意味あんねん。これまた左側通行ちゃうとか言われてます。真ん中走るわちゃうか。向島おったことあるとか全部が分かるわけじゃないからさ、知らんとこがやる。結構なんか思ったより小学校とかなんか新しい多いね。あるよね、向こう行った方がよかったかな。お不動の方から行った方がよかったかな。前は料理道やねん。なんかこうかっこいい、なんかパールできてんやん。話しっぱなしやろ。なんかクズのあんとただもんクソやねん。太陽圏来たことない。まだやっててよかったけど、次行く頃にはもうないかもしれない。こっちにもなんかあれやんな、あの何やったっけ、ラーメンやったよな、知らんけど。さっきどっちから来たっけ。とりあえずもう意味ないけど、こう裏を入ってみよう。車来るんですこれ。どうだいこう。何気にこう乗れへんけど、椅子が来た。
階段で行けってやつけ。階段上等やな。失敗した。おば、ワンステップ目が合わへんかった。登れ。無理。調子乗ったけど無理やってる。理解してはいいのに。なのが一番疲れるわ。心拍振り切れたわ。暑いっすわ。まあ便利なとこにあるやん。体力的グループを求めたんじゃん。だけどどうしようかな。ええか、まっすぐボロやパート気になってだんだん新しくなって、暑いわ。怪人は郵便局行っとかなあかんよ。まさに向かい島って感じ。でも混在してるよな。屋敷みたいなでかい家まで、あと奉納みたいなのあったら気持ちいいっすよ。
気持ちいいな。家に風かけんなよ。なんか綺麗な庭になってますね。古いとこと新しいのが混在してるんだ。建物に出たら新しくなってる。何それ、こっちめっちゃ新しくなってる。当たり前か。変わらへん場所なんてないよね。そういえば京都府知事選っていつやんの。もう終わったの。何これ、レクサス風化してんじゃん。ボロじゃん。中古か。何丁とか何丁とか気にしたことないな。いっぱいあねんな。はいはいはい。猫や。左ばっかり行って右もこう。上がってるのは水害対策かな。こっち行ったらニュータウンになってもらうな。なんでええんちゃう。ゴールしたいんですけど、やる気ない角度が見てんね。ここ果てまで来ました。今度はこの違法建築っぽい3階建てがいっぱいありますよ。狭いからやめとこう。それ時間を変えてきた。学校学校今お水の噴霊はってやつがなんかあれや。逆光龍馬ってやつ。相手は東中学校多すぎやろ。
お風呂やった。昔のとこ、昔っていうか、あそこも昔からあるけど、もっと古いとこも行かなあかん。もういいか、めんどくさい。もうこっからは何もないもんな。向かい島らしさはないな。突き抜けて宇治まで行った方がいいから。これは植えてんな。ええ感じやねんな。堤防の飲んでるんな。まあ上車多いし、ここゆっくり走って。何を住んどったら、まあ近いっちゃ近いけど、関越橋とね、向島の駅だってはっきり言って団地になかったら役立たへん。こっちだったらなんかこう、いきり立ったロードバイクとかに抜かれることもないし、気楽で。あっちだったら常に後ろ警戒しとかなきゃ。後ろ、要は張り付かれたりとかして、ムカつくんだよ。黙って、風よけしてんじゃねえよって。40キロで走ってて、後ろ突かれたらもうしゃあないなって感じだけど。30キロぐらいで張り付いてんだよ、この感じで。この間、休暇で20キロぐらい走っとったら、後ろ張り付かれて、アシスト使って走っとったら、後ろ切ったづけそうになっちゃう。いや、こいつはーって感じだな。ぼやいてんねん。動画なかったら、でもこれ動画撮ってへんから、多分何もダバーンって走ってるの。まあ何も、一人で走ってるけど、うだうだ喋ってんの気持ち悪いな、普通に考えたら。
か暑いけど風は冷たいっていうか、なんか弱まる前に。今日はね、大箇所の日やから3時までに帰らないと。6時半は過ぎてますね。6時間切ったけど大丈夫ですかね。しかもこんな裏道走って時間取ってさ、もう向島終わったかな、知らんけど。向島やな。いざ冬国。宇治やで、宇治、めっちゃ車多いし。